是枝成彦のワンポイント健康レッスン。こんばんは、是枝成彦です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、健康の話でワンポイントでですね、お魚を食べましょうというお話をちょっとさせていただきたいと思います。なぜお魚がいいか。お魚っていうのは変温動物なんですね。例えばですね、北の海とか南の海で冷たい海にいると、その温度に合わせた状態で体温、血液もサラサラ流れるという形になるんですね。例えばですね、お肉でですね、鳥とか豚とか牛とか、体温どのぐらいか皆さんご存知でしょうか。鳥はですね、だいたい体温がですね、40度から42度ぐらいあるんですね。で、牛はですね、体温が39度ぐらいあって、豚は38度5分ぐらいなんですね。ということは、人間はだいたい平温が 36.5 度ですから、それよりも高い温度で血液がサラサラ流れていると。だから皆さんよく焼肉とかいろんな、炒め物とかでお肉使ってフライパンで作った後ですね、残って次の日に置いとくとですね、よく油が浮いたりとかドロドロになったりとかしたこと、フライパン見てあると思うんですけれども、要するにその例えば鳥とか豚とかですね、牛はですね、その38度9度40度でサラサラ流れているのが、人間の体内に入った時に 36.5 度だとですね、体温が低いのでちょっとドロドロになりやすいんですね。ですからそういう動物のものよりもお魚っていうのは、当然海は北の海だったら10度とか5度とかもっと寒いところもありますよね。そういう冷たい温度でもサラサラ流れているんですね。それはEHA、DPA とかいろんなのもありますけども、そういう血液がサラサラ流れるようなお魚を食べるといいと。特にですね、赤身の魚はですね、赤いところは鉄分が多く含んでるんですけども、白身の魚の方がいいと言われてます。要するに空気に触れるとですね、鉄分が多いところはですね、酸化しやすいんですね。でも赤身の方がですね、抗酸化物質の DHA をいっぱい入っているということもあるので、できれば赤の、そうですね、ところよりも白いものを食べるといいと。あと新鮮なもので、でお魚もいろいろ大きい魚と小さい魚ってあるんですけども、できればですね、小さいですね、イワシとかですね、イリコとかシラスとかですね、チリメンジャコとか、そういうちっちゃいのはいいんですね。大きい魚っていうのは、体の中のいろんなですね、食物連鎖の小さいのから中型、大型になってくるとですね、お魚の中にいろんな物質がですね、蓄積しやすいんですね。ですから、いろいろな小さいお魚っていうのは、そういう悪い物質があまりありませんので、できるだけイワシとか小さいのを食べましょうというのが今日のワンポイントでお話しさせていただきました。できるだけお魚を食べましょうというのが今日のワンポイントです。そして今日はですね、素晴らしいまたゲストにおいでいただきました。皆さんよくご存知、映画テレビでご活躍中の千葉真一さんにおいでいただきました。こんばんは。どうもこんばんは、千葉です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今お魚の話とかちょっとお肉とかしたんですけども、千葉さんは何かこういう食べ物で好きなものとか。僕はね、好き嫌いはないんですが。あ、そうですか。はい、でも肉と魚って言ったら、8対2ぐらいですね。お魚が好きなんですよ。しかも なぜかね、青魚が好きなんですよ。ああ、そうですか。だから、もうイワシ大好き。ああ、なるほどね。お寿司屋さんに行ってもね、いつもね、コハダとかね、アジとかね、なるほど。サヨリとかね、光物ばっかりをね、食べてしまうという。いや、素晴らしいですね。それは本当に理にかなってるっていうか、赤いものよりも白い魚の方が体の中の抗酸化物質の関係もあるんですけど、いいんですね。そうですね。特に先ほど言ったイワシの小さいような魚っていうのは、大きい、例えばマグロとかっていうのはやっぱり、言ってよどうかあれなんですけど、水銀とかですね、いろいろそういうのは蓄積量が大きいんですね。なるほど、なるほど。で、小さい魚っていうのは、大きい魚は中型なので、中型が小型を食べるってことなんで、そのだん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 大きくなるに従って中が濃くなっちゃうんですよね。だからできるだけ小魚、先ほど言われたこのアジとかですね、イワシ、小肌、あの辺なんかはね、一番いいんですね。なんでしょうね。小肌なんか お酢で締めたりとかしてますけど、ああいうのってのは体に一番いいって言われてますね。一番好きですね。どっちかっていうと煮魚より僕は焼き魚が好きで。
あ、そうですか。大体焼く方なんですけど、それと僕はね、うん、なんでなんでしょうね、体が要求するのかね、お酢。あ、お酢ですか。まあ、中華料理食ったらもう必ずもう黒酢がなければダメ、黒酢持ってきておいて。なるほど。だからね、焼き魚もどっちかっていうと変な話だけど、こんな小魚を、はい、酢醤油に焼いたらジューって入れて、そのまま丸まま食べてしまうみたいな。骨も食べる。骨も食べる。だから小魚ですから。最近そういう魚がなくなりましたよね、あんまり。そうですね、丸まま食べれるのがね。昔は僕はだって、僕の骨がね、この間もちょっとあの撮影で骨をやった時に、茶碗さんの骨は理想的に硬い骨ですって言って、なんでだろうってよく考えてみたら、終戦が小学1年生でね、山、川、はい、海、全部近くにあるんですよ。近くにあったわけです。なるほど。だから本当にちっちゃい時に、海に行けばね、アサリからハマグリからいくらでも取れるし、山に入れば大自然の、だから山桃だとか、グミの実だとか、それが山の、山、あ、芋。芋ですか。長い。はい、長芋ですね。長芋。それとかですね、で、周りはお百姓さんばっかりじゃないですか。だからね、それから、それから川、はい、川に入ってですね、もう本当にいろんな魚を取って食いましたから、やっぱり自然のものを、大自然のものですよ、ね、やっぱりそのあと旬のものとかね、そういうのっていうのはあの栄養価がすごい高いんですよね。それから昔はね、土壌が山ほどいたんですよ。あ、今だいぶ少なくなっちゃったんですけど、だけどこの土壌の食い方って難しいんですよ、子供の頃土壌が嫌でね、でも食い物ないから。私のおばあさんはですね、土壌生で食べてましたよ。あれはちょっと私はもう真似できなかった。信じられん。いや、何年生で食べ、いや、これが美味しいんだって言って、生きてるのをツルツルって生で。私のおばあさんですけどね、母方のおばあさんですけど、浜松の出身の方なんですけど、小さい頃土壌生で。でも土壌僕も食いましたよ、いろんな方法で。ああ、そうですか。煮て食べたり、いろんなこと、食べ物なかったんですから。生はなかったでしょ。生は食べれなかったですね。いやー、その踊り食いですよね、別にね。だからそれで、土壌もこのぐらい、結構大きいですよ。それをですね、まあ、おばあちゃんですけど、言ってましたけどね。まあ、結構長生きされて、健康な方。まあ、あと、本当は魚丸ごと食べるって言いましたけど、うちの田舎の鹿児島の甑島って言いましてですね、キビナゴってご存知ですか。キビナゴ知ってますよ、もちろんです、もちろんです。このぐらいの魚がありましてですね、あれをこう、向こうはですね、海で獲れたのをそのまま塩で海水で、キビナゴはまたうまいじゃないですか。海水でピン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 ってやって、ね、パクッと食べちゃったり、骨ごと食べたりとか、まあ、そういうので結構海潜ったりとか、いろいろ獲ったりとかですね、食べたりしてましたけど、やっぱり丸ごと食べるっていうのは一番いいんですよね。そうですね、ちっちゃい頃だからそういうことばっかりやってましたから。いや、育つ頃、一番体が育つ頃には、俺は本当に大自然の中にいて、大自然のものばっかり食べてましたもん。それが今この、あの大人になって骨がしっかりしっかりしてるんでしょう。そうですね。先生に言われる、こんな硬い骨見たことないと。素晴らしい骨です。理想的な硬さです。やっぱりあれですね、本当はもう50、60超えてくると、まあ、骨粗しょう症じゃないですけど、骨がやっぱりもろくなったりとかするんですが、特にその千葉先生はそのサーチュインの関係とかですね、やっぱり細胞を活性化させるっていうのかね、そういうのをやっぱりしてるから、骨って大体6ヶ月で全部変わってるんですよ。そうですね。腐骨細胞と破骨細胞、腐っていうのは添加するっていう字なんですけど、破っていうのは破壊するの破っていう字なんですけど、常に新陳代謝をしてると。だからそのサイクルがやっぱり良ければ丈夫な骨もできるということなんですよね。だから骨のつきもやっぱりそのよく骨粗しょう症の人は年配の方とか、あとはあの妊婦の方とかそういうふうになりやすいんですけ ど、やっぱりその栄養供給を取るだけで全然変わってくると、まあ、それをこの先ほどサーチュインとかそういうのでやっぱり実践されてるっていうのはで、ね、ある程度そういう意味では自分の体と会話しなきゃいけないわけじゃないですか。結構会話してます。そのためにそういうことを知っていないとね、最低限の。あ、そうですよね。知識をしもうあのちゃんと頭に入れて、あ、だからこういうことをするんだと。なんでこんなお腹空かすことをしなきゃ、お腹空いたらなんかこう栄養失調になるんじゃないかとかって、そんな風にみんな思ってしまうんですよ。そうなんです。その知識がね、やっぱりね、ないから、ただ減ったら大変だみたいな感じで、ね。そうなんです。そうじゃないんです。そうじゃないんだってことをしっかりあの勉強した上で、
一日一食がどれほど素晴らしい健康法であるかということを悟っていただきたいですよね。そうですね。この本当実践で見ていただけると、まあ、テレビでもいろんなところでご覧になる人がもう毎年毎年若々しくなられてぜひまたあの日本の映画界をですね、一つ一花二花山でやりたいこと、まあ、海外にでもね、そうですそうです、サニー千葉さんとしていろいろ活躍されてますけども、ぜひこう日本人の魂をこう海外でこういろいろ人にこう知らしめたいというか、そのためにね、やっぱりそのためにもうちょっとね、長生きして一段二段いろいろとまだ作って、後輩のために残さなきゃいけない作品がいっぱいあるんですよ。今後の夢としては、作品としてはどんな、やっぱりね、とにかく今はもう特に日本の一番大事な、伝統文化のね、はい、例えば時代劇にしてもどんどん減っていく、そうですね、こんなことをやってたら10年後にね、時代劇を、本当の時代劇を作る人がいなくなってしまうよ。時代劇少なくなりましたよね。だからそういうことも危機ですよね。で10年後に嘘の時代劇作って、これが日本の歴史かなんて言われたんで、僕ら本当にね、情けなく思っちゃいます。西洋に傾倒するだけじゃなくて、本当にやっぱり日本の神髄持ってるものをやっぱりちゃんと、だから僕アメリカ行ったのもそうなんです。アメリカ以外に出たくて行ったんじゃないんです。アメリカというあの環境とあの土壌で日本映画を撮りたい、日本の文化の入った映画を撮りたい、なるほどなるほど、そして世界に知らしめたい、それをやるために僕はアメリカ行ってるわけです。やっぱり日本のいいところをどんどん伝えたいですよね。絶対です、僕はもう本当に日本人の持つ文化、日本人そのものも僕はね本当に世界一だと思ってますから、日本の文化の素晴らしさも、例えば、まあ、第二次世界大戦の関係で今度西洋が一番傾倒みたいな形になっちゃってないがしろにされたりとかね、本当のやっぱり神髄、もう何千年も続いてきた文化のところってやっぱり継承していかないといけないんですね。絶対そうです。それもそれ ですから今言われてるじゃないですか、ジャパニーズフード、ジャパニーズフードはもうあのヘルシーフード、今世界で、ね、世界で日本の食い物ってのは、ね、一番最高に認められてる。大豆なんかは植物性のタンパク質とか納豆とかですね。だからその歴史をね、ちゃんとしっかりと、日本人がどういう歴史を持って今あるのかということ、なるほど、今の子供たちにそれを教えてあげないといけないです、そうするとなんと日本人という、日本というところは素晴らしい、日本人という民族がどれほど素晴らしいものかということが分かってくると思うんです。そうですね。だからそれを僕はハリウッドを通じてた映像として知らしめたい、知らしめたいと。じゃあそれでまたジャックの方も通して、そういう映画を通して、日本のやっぱりスピリッツっていうか、本当にやっぱり胸張ってやれるところをちゃんとやっぱり伝えていかないといけないですよね。おっしゃる通りですね。もっとやっぱりそういうところがこうみんな、国も含めてね、やっぱりサポートしてね、やっぱり啓蒙するというか、ね、国がね認めてくれないとね、なってくれるといいですよね。なかなかね、だから本当にそうなんですよ。日本の伝統芸能、育成財団って僕は持ってるんですけど、そういうところからね、日本の文化をしっかり、日本人の歴史と日本人とはどういうものなのか、それをやっぱり世界に伝えたいですよね。ぜひそうですね、そういうのを今後まだまだもっと若くなっていただいてですね、そうですね、やっぱりそういうところもやるべきことまだいっぱいありますので、後進の指導も含めてですね、いやそれはとにかく伝えていかなきゃいけないことが、ね、とても大切だと思ってます、やっぱりその理念とかですね、思いっていうのをやっぱりみんな理解すればですね、やっぱり大きなうねりとなって本当のいいところってできると思います。おっしゃる通りです、それを、ね、伝えるのがね、ジャパンアクションクラブなんですよ、ですからね、若者たちにぜひね、来てね、一緒にあの成長していきたいなと思ってますね。まあ、ジャパンアクションクラブは今ホームページの方でもね、検索すると出まして、いろいろ年に3回4回ぐらいね、あの募集でやってますので、そういう理念とですね、思いを賛同していただいた方、ぜひ一緒にやりましょう。ぜひ日本を背負って立つぐらいの気持ちでやっぱりやるぐらいな、全くその通りです。こんな小さな気持ちじゃなくて大きなものをやってると、その大義を持ってですね、制するというぐらいの気持ちでやっぱり胸張ってやってもらいたいですね。その通りです。そうすると日本もまた元気になったりとかね、良くなると思いますよね、やっぱり、おっしゃる通りでございます、なるほど。若者よ、ぜひ来たれです。そうですね、ぜひぜひあのリスナーの方でですね、これ聞いてもしやってみたいと思ったら、ぜひお便り探して、ぜひ一緒に世界に羽ばたきましょう。あ、素晴らしい言葉いただきました、まあ、いろいろお話を伺いたいんですけど、そろそろ時間も迫ってまいりましたので、ありがとうございました、今日は本当に楽しい時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ゲストは素晴らしい、今後も将来どんどん伸びるであろうと思われる千葉真一さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、お相手は是枝裕彦でした。